こんにちは、ちあきチャンネルのちあきでーす。今日はですね、ファミマスイーツを食べていきたいと思います。今回はね、うちの大好物の杏仁豆腐が2種類も出ているということで、リスナーの方からもちーちゃん杏仁豆腐出たよーっていう DM をたくさんいただいておりました。ありがとうございます。では一つずつ紹介していきます。バター香る焼きチーズタルト税込み178円、くるくるミルクレープ税込み198円、和栗のモンブラン税込み320円、ザッハトルテ税込み298円、いちごの生杏仁プリン税込み230円、スフレプリン税込み298円。はい、ということで早速いただきます。バター香る焼きチーズタルト、カロリーが244キロカロリー。うち勝手にエッグタルトだと思って買ってきてたんだけどチーズタルトでした。めちゃめちゃ美味しそう、ツヤツヤ。いただきます。うんうん、滑らかすぎる、口の中で溶ける。チーズがめちゃめちゃ濃ぎ濃ぎ濃ぎチーズです。レアチーズみたいな酸味の効いたチーズタルトじゃなくて、結構ガッツリ甘いチーズタルト。中のチーズも美味しいけど、外のタルトも美味しい。たまらん。うちね、ケーキの中で一番好きなのタルトなんですよ。タルトの食べ放題行きたい。くるくるミルクレープキャラメルホイップ、カロリーが234キロカロリー。これもね、ロールケーキだと思って買ったらミルクレープでした。でも見た目はロールケーキだよね。これ多分うちのおばあちゃんに何だと思うって言ったら絶対ロールケーキって言う。ではでは。うん、がっつりキャラメルっていうよりはほんのりキャラメルって感じ。おいしい。でも思ったより甘くないな。甘すぎない。大人のミルクレープですね。はい、最後。ミルクレープ好きは食べてみるといいかも。和栗のモンブラン、カロリーが304キロカロリー。おお、いただきます。おいしい。お高級な味がしますよ。お高級な味が。うん、モンブランってね、このベージュの色と黄色の色があると思うんだけど、うちはこのベージュの方が好きなの。好きなの。下の生地を、下の生地は結構ずっしりした生地ですね。いただきましょう。うん、うん、美味しいけど、これは単体で食べるものじゃないね。上のクリームと食べないと。高級ホテルのアフタヌーンティーで出てきそうなケーキですね。アフタヌーンティー行きたいな。ホテルのスイーツビュッフェとか。完食。マジで栗をそのままペースト状にしたモンブランって感じ。ザッハトルテ、カロリーが270キロカロリー。いただきます。濃厚。見てください、チョコ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 ってなってる。チョコ好きにはたまらないですね。中からなんか液状のものが出てきた。キャラメルかな、なんだろう。わかんない、何なのかわかんないけど、美味しいことだけはわかる。うん、でも気絶するぐらい甘いので気をつけてください。うん、美味しい。もう見た目から分かってたんですよ、美味しいってことは。最後。うん。うんうん。ケンズカフェ東京のシカシェフが監修しておりますから。美味しくないわけはないんです。こっちから行こうかな。いちごの生杏仁プリン。カロリーが159キロカロリー。では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 。うんうんうん。
取り乱しました。めちゃめちゃ滑らかでめちゃめちゃ美味しいです。うん、上のいちごの酸味とそれに負けじと下の杏仁豆腐の甘みが混ざり合って美味しい。うん、リピ確ですね。美味しい。やっぱりうちは杏仁豆腐の2としてやらせていただいておりますので、杏仁豆腐単体が好きなんですよ。でもこれはいちごありでも美味しい。うん。うん。最後。完食？スフレプリン杏仁&マンゴー、カロリーが298キロカロリー。こんなもう見た目から可愛い。見てください、この子はシャンシャンですかね。可愛くて食べれない。いただきましょうか。いや美味しいんだよ、美味しいんだけど想像と全く違う味来たからびっくりした。どうだろう、正直ね、マンゴーは杏仁豆腐とは合うと思うけど、このスフレとは合わないかもしれない。わかんない、うちの個人的な感想なんだけど、うん、いやちょっと杏仁豆腐と一緒にいただきます。うん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 、杏仁豆腐とはぴったりですね。分かってたことだけど、うん、マンゴープリン、杏仁豆腐、マンゴークリーム、スフレとなっております。スフレ先に食べちゃおうかな。うん、うん、この下のマンゴープリン、あ、濃い。かっぱ寿司しばらく行ってないけどまだマンゴー置いてるのかな。あれね、出したばっかりで冷えてると美味しいのよね。かっぱ寿司でもくら寿司でもスシローでも。また動画撮りに行きたいですね。行きましょう、自粛開けたら。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで久しぶりにファミマスイーツを食べていったんですけども、今日食べた中で一番美味しいと思ったのはいちごの生杏仁プリンでした。ちーちゃん杏仁出たよと教えてくれた人ありがとうございました。よかったら食べてみてください。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。I'm gonna make you mine.